東京 YouTube 整体の平野です。まあ、繰り返す諸問題ですね、腰痛であったり寝違いであったり、問題が、まあ、繰り返し起こる、そのたんびに、まあ、薬でごまかす人もいるだろうし、ね、揉んでもらったり、温めたり電気を当てたりして、まあ、その時の苦痛を、まあ、一時的に、まあ、しのいでいくという形の人はね、非常に多いと思うんですけども、やはりその繰り返すということはですね、体からのサインではとして非常にまずいのではないかなというふうに考えています。まあ、その大きな一つの原因としてはですね、まあ、私の考えでいけば、体の使い方、歩き方、立ち方、座り方、その時の、まあ、偏った癖、動き方、そして脳からの指令がうまく伝わってない状態で、より緊張した使い方、そこを変えていかないとですね、また同じことの繰り返しになってしまうばかりかですね、どんどんその歪み、問題が強くなっていってしまう。で、まあ、その中にまあ精神的な問題ね、こう考え方だとか、まあ、食べ物の問題、栄養の問題も当然入ってくると思うんですけども、まあ、私の場合はね、その体の重心、動き方、そういったことを変えていくことによってですね、まあ、きれいに歩けたり、そして歩くことでまあほぐれたり、脳からの指令がね、ちゃんと伝わることでですね、今までよりも緊張しない、疲労感が少ない毎日を送れることによって自己治力が上がって、そして、そういえば最近繰り返していたものがないな、腰痛がないな、寝違いもあまりしなくなったな、そんな、風な体に持っていこうというのが、本当に私の、趣旨であります。愛知県でね、やっていますけども、東京、大阪もですね、出張してやっております。興味のある方はね、こちらの方からよろしくお願いいたします。